ゲームのルール説明を行おう。まず5、6名のプレイヤーの中からランダムで1名トレーダーに選ばれ、選ばれなかった残りのプレイヤーはイノセントとなる。その後イノセントとトレーダーは別のチームに分けられる。戦力比率はイノセント複数対トレーダー個人だ。イノセントたちはたった一人だけ紛れたトレーダーを殺害すれば勝利となる。逆にトレーダーはイノセントを全て抹殺すれば勝利となる。そしてトレーダーは特殊能力を使うことが可能である。能力の種類は様々だが有利になるのは間違いないだろう。さあ正解設定が完了した。何が本当の正義か、それは今から戦えば分かるだろう。収録時間は週6時間、どうもラッキーです。それでは今回もねマリオ人狼をやっていきたいと思います。それでは今回参加してくれるメンバーを紹介したいと思います。まずはせっかくの4連休なのに雨降ってどこにも行けない、ミシロンです。よろしくお願いします。雨ひどいよね。ひどいっすね。そしてうん、待たせたね、ピッコロことエクタンでーす。どうもどうも、いつも通り。どうも。うん、今日は何の日か知ってますか？え、何の日？今日は海の日ですよ。あ、そうだ、海の日か。そうだそうだ、うん、最近海行きました？海行ってないですね、全然。俺も全然行ってないです。最近行ったのは釣りだけです。はい、どうも。長かったな。そしてコロナなんかに絶対に負けませんよ、コロナにデスビーム、よろしくお願いいたします。勝ちましょう。そしてサイヤ人の王子ベジータの YTK 豊です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ちょっと覚えたんですけど、トレーダーじゃなくてトレーダーだったんですね。結構の間違いだな。そしておっす、オラ悟空、オラ最近エイペックスにハマってます。悟空もゲームやるんだね。めちゃめちゃ好きで、もたまんね。よし頑張ろう。よし行くぞ。よろしくお願いします。よし、誰だ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 。5、4、3、2、1。イノセント、イノセントでよかった。イノセントイノセント、イノセント。やっぱ初回はイノセントが無難ですよ。そうですね、そうだね。まずちょっとね下見した、しておきたいからね。そうですね。あれですね、なんかおっさんになってるな。あれトッチーさんおっさんになってる。本当ですか？じゃあ変えますね。ちょっと暗いな。変身変身。家の中から上は行けねえのかな、うん、どうだろうな。ここ結構ね出てますな、ここ。ソン。お、ここはな、そこらかしこでな、あれだぞ。よいしょ。ぶつかるぞ。なんか引っかかったりする。ぶつかるだと？ぶつかる？何ぶつかる？何がぶつかるの？頭がぶつかるんだ。どうだ？引っかかっていけなくなったりする。ほうほう。そんなに貴様か。ファーマスあるよ、ファーマス。いや、ほらもう、ほらもう引っかかってる。あれどこ？これがファーマスっていうんですか？早いもん勝ち、早いもん勝ち、早いもん勝ち。あ、上も乗れんだな、これ。お、これが本当だ。本当だ。え、屋根も登れるんだな。貴様誰だ？登れる？登れる場所ある？この屋根の上登れっか？お、ほんとだ。なんかこ、登りましょう、登りましょう。あ、すごいね。この股間から銃出してるやつは誰だ？股間から銃だろ？あ、こっから登れるんだ。おー、うん。結構広いね、マップ。立ち回りが。あれ？みんなどこ行ってんだ？お？貴様の足元だ。あれ？これでも、トレーター動きやすいんじゃない？そうだね。動きやすいと思います。もうすげえすげえ。これ、ピコロ一番上まで上がってんな。おう、一番上まで来たぞ。高いところといえば俺じゃないか。ピーポコポー、プーポーポー。まだ立ってたな。ピコロだ。そこやられんのね。BGM。あれ、なんだと、なんだと、貴様、撃てるんだぞ。ピッケルさん、ピッケルさん。おれや、なんだ。だから撃てるの？ここから行けんのか。ここにいるぞ。ここ、上見て、上。上、上。本当ですね。押さないで。なんかベジータがついてるんだけど、黙ってついてくるんだけど。俺死んだらベジータだ。俺死んだらベジータ。そう、そう、貴様顔がでかいということを忘れてんな。押されると落っこちるんだ。え、言うてでもおめえ態度できるから一緒だろ。気をつけてくださいよ。あれ？あ、下から立ってぶってきたぞ、誰か。動かんぞ、これ。これなんかミシロンさんじゃないのか、ここまで動かんのは。違います。あれ、奥ずっと上に上がれずに、周りうろこやってます。ピコロ、ほら、下にいるやつだぞ、今。もうそうだな、あそこ、下から誰か撃ってきてたら。誰だ、今、下にいたの。誰か撃たれた？俺とホラさんだな。俺とベジータは一緒にいるけど、未だ銃声は聞こえない。
その通りだ。なんだと？トーマスが顔出したぞ、さっき。私もですよ。これは誰だ？とりあえず、ソンと一緒にいた方がいいな。いや、でも、ただ今回、トレータ結構動き遅いですよね。てか、出会わんわ。みんな、みんないねえよ。ベジータ以外みんないねえ。ミシロさん、ちげえと思うぞ。いや、ほらさん、この上、上。そうか。あ、この上行ってんだ。あ、そこにいるんだ。この上もあるんだ。あの、そうか、ミシロンさんは違うのか。だって、あの、最後あれだぞ。トーマス飛んだ時、こっちにいなかったぞ、だって、ミシロンさん。待って、トーマス飛んだ。あの、ここに来るまで必死になってました。トーマス飛んでたの？トーマス飛んできたの？さっき飛んできたんだ。だから飛んできたんだ。ここは行き止まりだ。でも、あのトーマス外したのは多分、トレーター側にしては結構痛手だと思うんですよ、ね。そうですよね。ねえ。で、俺がここにいるっていうのが、分かってるのは、トッシンだったな。ということは、トーマス生きてる。ということは、上の上がり方分からないですよ。あ、フリーザ発見したぞ。上の上がり方分からないから、フリーザ行って。上上がってるよ、フリーザ上がってるよ。え、なんだと？ここ行こう、ここ。上がり方が分かんないんで。いや、ほら、なんかちょっとベジータ怪しい気がするんだけどな。いや、ベジータは一緒にいた、ずっと。なんだ、あれ？その通りだ。あ、なんだ？うわっ！トッシュなんだ、トッシュなんだ。やばいやっぱりトッシュか。なるほど。やはりトッシュだったか。5、4、3、2、1。イノセント。イノセント。ベジータの近くにいる。あ、ベジータ近くか。あ、俺ね、あの、ソンの近くにいる。ちょっと待ってください。あ、みんな集合した。真ん中に集合した。トシンさん。フリーザはちょっとおっさんだな。出れね。出れね。え、お、どうしたどうした。あ、いた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 。あ、そう、こっちだ、こっち。あ、じゃなくて、どっから出たんだ、これ。これ、どっから出る？これはね、確かどこだったっけな。いや、俺も分かってねえじゃねえか。こっち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 。こっちこっちか。これこれ。どっちどっち？どこどこ？どこどこに案内してんの？そこに引っかかんだよ。みんなで行こう。そうそうそう。どこでしょ？みんなで行こう。みんなで行こう。あー、うごうごう。違う。今のは誘導じゃない、誘導じゃない。わかった、じゃあやめよう、バラバラに、バラバラこう。聞いたことあるぞ、その言葉一緒に。今のたまに聞くやつだったよな。みんな、俺今、ホラさんの近くにいるから。うそ、違う、本当に違う。今、どういう視聴者分かってる、視聴者分かってる。俺が違うってこと分かってる。みんなで行こうってのちょっと、確かに、あの、俺が尋問の時に。みんながぴったり連れてくる。あの世へ。怪しいな。ぴったり連れてくるよ。怖すぎるやつじゃねえかな、それ。だな。見解は必要ですよ。わかった。ごめんなさい。ね、ごめんなさい。あれ？え、ここどうやって登るの？かかると一緒にいようか。そうだな。俺も。ピッチャーその上にいますね。まあまあ、でも、あの、ホラさんじゃねえかもしんねえんだから、そこは。だ。え、ピッコロさんそこどうやって行くの？え、普通に登れますよ。あ、なんか、投げた。ここにあったんだ、はしごが。へぇ。そう。でもなんかそこ登るの？ごめん、撃っちゃった。今、撃たれたぞ。ピッコロに撃たれたぞ、今。ごめんよ。ごめんですなぞ。なんか怪しいなぁ。怪しいなぁ。登れるんじゃなかったっけ？登れる。なんか見えないはしごがありましたよ。ある。あー、これか。そう。こんな危険な場所。え、なんで？じゃあこれ、トーマス撃たれたらやばいぞ。トーマス撃たれたらやばいぞ。トーマス、トーマスやばいね。だからその発表するとは、ホラさんは違うのか。いや、俺は違うよ。あれ、血ついてね。あれ？ここなんか血ついてるぞ。あ、本当だ。あらりゃ！いたー！あれ？お、なんだ？どうした？なんだ？お、ベジータさん撃ってなかったです。撃ってない。嘘。なんだ？これ、進むが遅いぞ。見間違いですかね。これ展開遅いね。ね、遅いね。ということは、ミヒロンさんか？いや。それが狙い目ですよ。それが相手なんですよ。ほら。どこだ？ピッコロやん。ピッコロやん。なんだピッコロか。5、4、3、2、1。イノセント。やべ、ちょっと病気でね、ごめんね。あ、了解です。自由がない。じゃ、俺も。ファマス見っけた。よし。よいしょ。保管しよう、俺。よいしょ。ファマス。どれをです。いいよ、どっちなの？嘘。いいんです。いいよ、交換しよう。いや、いいよ。いいよ。怪しいな。いや、大丈夫。俺、イノセントだから。あ、ホラさん、はい。これ、はい。ファーマス。だって、ヒロミ来たところ、トーマス？はい。あ、危険だな。あ、トーマス、飛ばしてくる。
トーマス？トーマスはピッコロ動揺しすぎじゃないか。え、だってやばいじゃん、トーマス。やばいじゃん、トーマス。じゃあ、俺ピッコロ動揺するわ。話もらったからピッコロ守るわ。いや、ちょっと怪しいな、これ。なんか怪しいかな、これ。いや、俺、全然。うわぁ、どうなんだよ。ほら、離れるな、離れるな。おい、フリーザ。フリーザ。守んないと。どうだ？クラッカー、俺はフリーザ。発明でしたね。あんまりだな。クソ、それは当てなかったですね。いやいや、フリーザ、一人には、オラには当たってたぞ。あ、クソさんには当たってたんですね。もう早く撃っちゃえと思ったんですけどね。今日きつい、今日きついね、なかなかね。いや、難しいね、ここ。このマップ難しいね。5、4、3、2、1、イノセント。やべ、10がね。10がね、10が。またここかよ。10がないだと。皆さん、ちょっと私の悩み聞いてもらっていい？どうしたどうしたどうした？何？今、ホラさんと、いや、俺じゃないよ。今、ホラさんとピッコロがなんかちょっと、すれ違った瞬間ピッコロがすり抜けてったね、確かに。ピッコロが変な感じだった。フリーザとホラさんか。いや、俺は違うよ。かかると、かかると、まるで、高いとこから落ちて。こっちの右に今、ホラさんが行ったぞ。違う違う違う。なんか情報ないか？おい、ベジータ。フリーザは、俺、ここにいんだぞ。どこにいんだ？ここ。あ、そこな。う、うってんじゃねえか、これ。とりあえず、ホラさんが俺は怪しいと思うんだが。え、なんだ、あ、来たよ、ホラさんやんけ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 。え、もう俺しかいないの？いや、俺いますよ。あ、よかったよかった。協力しよう！ピッコロさん協力しよう！ピッコロさん、尋問の時、助けるから。怪しすぎる。それありきだよ。ピッコロドゥクドゥク、ピッコロドゥクドゥクドゥク。ここ。ドゥク。ここ。いやー、怖えな。わからんな。いや、絶対レーダーで見てるでしょ？場所がわかんないだけでしょ？場所がわからん、マジで。いや、これは、来てーぞ。いや、でもこれトーマス撃たれて結構やばいんだよな。トーマス。うん。トーマスを壁越しにやられると、イモってるとやばいんだよな。どうやって行くんだそこ。落ちる落ちる。怒ってもうバクってるじゃん。やばい、焦る、時間がない。さあもうトーマスを買う金もないだろう。金もないね。うん。これはもうちょっと少しイモるしかないな。やばいぞこれ。どうしよう。俺こそどうしようだよ。俺こそどうしよう。生き方がわかんねえもん。こっちよ。ちょっと俺引っかかったし、なんか。あ、引っかかっただと。ちょっと引っかかったから殺しに来て。殺しに来て、これ。さ、しょうがない。行くか。来い。行こうではないか。勝負しようぜ。勝負しましょう。全然出会わんな。いやー、ごめんね、まあ、ちょっとでも、これは申し訳ない勝ち方だったね。いや、これでも分からないですよね、相手の。分かんない、これ全然。すごいな。
いやちょっと、もう少し緊張してればよかったな。ホラさんが怪しいときはトーマスが飛んできたぞ。5、4、3、2、1、イノセント。よし、次はイノセントで勝つぞ。あの、ちょっと私、先ほどあの、私の悩みを聞いてといた瞬間にホラさんに殺されたんで。あ、ごめん、じゃあ悩み聞きます、悩み。悩みなんですか。私の悩み言っていいです？はいはいはい。うん、何？あの、私に以前あの、お盆になるとお化けが怖かったんですよ。まあ、怖いよね。はい。で、あの、うん、そのお化けが怖いっていう子供たちもいるでしょ？はい。うん、あの怖くなくなった名言があるんですよ。おはい、教えてください。僕あのホラフキンさんという人にね 5年前ねあのお盆でねお化けが怖いって言ったら、うん、その方の言葉で僕ね、うん、お化け怖くなくなったんです。そのなんて言った？あのですねお盆になったらご先祖様帰ってくるけどね、うん、自分たちがエッチなビデオとか見てるところもご先祖様見てるからお化け怖くないよ。そんなこと言ってねえぞ俺。いや本当なんですよ。そんなあのなすりつけてくんの。いつもねおじいちゃんおばあちゃんがご先祖様見守ってくれてるとか言うけどね、あのえベッドの上でこのエッチなこととかね、うん、そういうことしてる時もあのご先祖様見てるって思ったらお化け怖くないって言ってくれたら、うん、本当に怖くなくなりました、うん、なるほど。よう分からんなそれは。それもしホラさんが言ってたとしたらちょっと5年前のホラさん寒いな。いやいや俺言ってねえからだ。5年前にそんなこと言ってねえからだ。やめてくれよ。唯一ね、あの、そのご先祖様が離れるお祓いは、その自分たちがエッチなことすると情けない子孫だなって言って、どっか遠くに行ってくれるって言って。エッチなことは必要なことだろ。ご先祖様も見守って、ちゃんと。いやいや、流星サブ、流星。流星サブ、こっちから、こっちから流星サブ。この先、ここの上かな？この上向こう。さっきピッコロいた場所を案内してちょっと どうやって行けばいいのか。確かに確かに。あ、俺がいた場所あ、いいっすよ。マップ把握できないんだよね。素直ですね、ピッケルさん。うん、だって、ほら、危ないですよ。あれ、これどうやってさっきのとこ行くの？さっきの多分こっちからじゃねえかな。あ、こっちか。こっちからじゃねえかな、多分。ここじゃねえかな。なるほどな。そっから行く。どっからなの？こっちです。あ、これか。で、こっち側から上の方に。ベジータ何止まったんだ、お前。なんだなんだなんだ。何突っ立って止まったんだ、今。いや、銃を撃たれたんだ。あ、そこの上か。判定側だ。怪しいな、貴様。そうか。判定側だな、そしたら。反対側？反対側？反対側か。側から行って。こっち側から行く。ちょっと一個先行け。上の方に。ミシロンさんいます？ミシロンさん？ミシロンさんは？ミシロンさん？ほら、やっぱりよ。お化けの話するとこうやってミシロンさんが連れて行かれたり。ベジータ、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 関係ないミシロンさんが連れて行かれる。ベジータ、なんだ。ベジータ、なんで俺を銃で、銃で構えるの俺を。殺そうとしてだろ。トーマス怖いぞ。ほら、トーマス、トーマス。後ろに行け、ベジータ。こっちだな。さまじ違うのか。こっちだ。トーマス来るぞ、トーマス。ベジータ、向こう行くぞ。あそこ、しゃがまれば来るぞ。向こうどっちだ？向こうだ。お前、俺を殺すチャンスを狙ってんじゃねえだろな、ベジータ。だったらさっきこうするわ。ピッチルさんとベジータさんでやり合ってるんじゃないです。でも、ミシロンさんがやられたんだよね。ミシロンさんがやられたんだよね。ですね、ですね。そうだな、なんか何も喋ってねえもんな。俺は、ベジータっぽいな。あれでも、ここ、行き止まりで見せないですから。なんで、当時のベッドだよ。ねえ、ベジータっぽいよ。ベジータっぽいよ。あ、そうか、ベジータだ。絶対ベジータだ。またそこに貴様ずっとそこにいるのか。いや、撃ったらお前ベジータお前だと証明するの。あの二人なんで二人だけで盛り上がってるんです？いや、二人で盛り上がってる。聞いてくれ、聞いてくれ。どっちがどうでもいいわ。なんで、なんでベジータかと思ったの聞いてくれ。おいいぞ。あいつね、走りながら銃返したんだ、くるくるって。もうその銃じゃないのに。てことは、じゃあ、撃っていいんですか？もう残り時間ないですよ。待て。時間ないよ。時間ないよ。あれ、2秒走ってるから、30秒延長あるから。どうするんです？いや、どうするもこうするも俺じゃねえって。違う。なんか違いそう。ベジータこれ必死だから違いそう。これ、ピッコロか？誰だってこと？誰だ？なのか？いや、今、これだろ。早く、これなんて終わっちゃうぞ。殺せば延長タイムだぞ。ちゅうことピッコロじゃねえか。ピッコロだな。ピッコロだな、これピッコロだな。ピッコロだ、撃て撃てかかると。
ゃあ、俺じゃない。カカロット。待ってない、今のカカロット。言うて言うて、カカロット。今の時なんで。ピッコロどっか行っちまっていねえんだ、あいつ。あれ、ご先祖様になったんです、ピッケルさん。絶対にピッコロだろ。ピッコロ。いや、俺じゃないぞ。だって俺じゃないぞ。なんか終わっちゃうぞ。あと30秒で終わっちゃうぞ。お前、俺じゃないぞ。ベジータ早くしろ。だったら、トーマス、トーマスって、トーマス、ベジータ、ベジータ、ベジータかって。ベジータだろ。ふざけるな、クソタレ。しょうがないな。デスビリム危ない。アクソ。よし。ギリギリだったな。ギリギリかそれ。あと何人だ。お、あれベジータ、あれピッコロは？ピッコロはすでにやっている。いやもうし、オラとおめしか残ってねえじゃねえかそれ。カカロット。ちょっと一騎打ちというやつだな。いやオラちょっとあんま自信ねえなそれ。何？いやおめ。あ、うわあ、うわあ、ベジータさん、もし初勝利。初勝利、もうピコロ言ってんじゃねえかよ。ピコロ言ってんじゃねえかよ。ピコロはやったっつってたけど、ピコロ言ってんじゃねえか。さあ、まあ、生きてたのか。トレーター並みのこと言ってましたよ。3、2、1、0、イノセントでした。イノセントでございます。みんなちょっと聞きたいんだけど、同じこれもイノセントイノセントです。怖かった体験とかあります？今人生の生きて実際の話聞いた話とかじゃなくて自分の。あ、俺ありますよ。あります。死ぬかなと思った話ありますよ。教えてください。あの小学4年生の頃に、うん、サンドイッチが好きなんですけど、はいはい、サンドイッチをおやつに出してもらって、それ食べてたら食べ過ぎて息ができなくなって、うん、本当に心配だったことあります。喉に詰まらせってやつです。その喉に詰まらせて、俺そんなことすんなかやと思ったらしました。これは怖いね。死にかけた話じゃねえか。いや怖かった怖かった。これはあのリアルで事故った時の話ですよね。それあの僕もね、ミシロンさんと同じで、あの、飴玉って、ベロの先端で舐めると、その味覚が違うっていうじゃないですか。そうなの、そう、知らない。甘いことか辛みとか、なんかベロの位置で違うらしくてですね。はいはいはい。僕あの、飴玉を喉の奥で、こうの、あの、舐めてみようと思ったら、そのまま喉にツルンと入って、気道に入って息が止まったんですよ。で、どうしたの？普通に死にかけたら、いやいや、本当にね、あの、息ができなくて、あの、お腹をね、みぞおちをボン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 自分で殴ったらね、あのピッコロさんが卵を産むように飴玉がポーンって。いや、結構みんな死にかけてんだね、九死に一生。そうなんですよ、ね。あの、サランラップに巻いて冷蔵庫に入れました。誰か舐めたんでしょうね、家族で。で、まあ、俺はちょっと死にかけた話ではないんだが。そうか。俺がまだ若い時の話なんだが。今まだ若いんじゃないの。まあ、俺の家に、変なやつが現れてな。うん、いや怖いな。ある日深夜2時頃だったかな。2時怖い。いきなりピンポンが鳴って、一体誰だと言ったら、お酒あげるから中入れてくれっていう謎のおっさんが現れたんだ。でも、あれじゃないです。ベジータさんの髪型見たら結構謎のおっさんも仲良くなれたんじゃない。たが、もう完全に目がうつろになってる状態で。ほうほう。で、警察呼ぶと言っても、いや、いいんで、とりあえず中入れてくださいみたいな。ふざけてる。どうなの？これどうなの？ちなみにその1ヶ月後にそのマンションで人が亡くなったらしい。マジでか。絶対犯人あいつだろみたいな。あのベジータさんがそこでね、穴兄弟になったとか言ったらもう最高の面白かったんで。感じだ。いや、怖い話で、なんで穴兄弟だった話してないかんの。酔った勢いでちょっと実は穴兄弟だった。もうダメだ、おしまい。やめてよ。いや、それね、それも恐怖だな。怖いな。それもそれで怖いけどもね、穴兄弟になってもね。やっぱりあの、ピッケルさんなんか怖い話持ってますよね。ありますよ。ほう？うん。昔だけどね、バイトで、工事現場のバイトやったことあるんだ。ほう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 。それで高層マンションの上の方で作業したときな、うんうん、あれ、作業してる途中はさ、柵とかねえんだよ。はいはい、はい。うん。そして思いっきりアーキャンフライ失敗になったよ。30回ぐらいから。すいません、あの、アーキャンフライっていう英語がわかんないんですよ、ね。まあ、要は飛んだってやつだ。もうちょっとわかりやすく、俺もよくわかんなかったな。うん。いや、まあ、あの、風に煽られて下に落ちそうになったわ。ほう。30回から。あ、もうちょっと分かりやすく言ってほしかったな。あの、英語入ってしまったから。伝わりづらかったわ。そうか、分かった。じゃあ怖い話するわ。いや、まだまだ。ないですよ。悟空さんないの？怖い話するわ。ほら、
オラマツ、オラの地球にを、すげえ M 字ハゲのやつが攻めてきたとき、マジで殺されそうになったんだ。運動の話じゃねえかよ。運動の話で。超楽しかった。あれが一番怖かったな、やっぱり。楽しかったな、あれは。戦力差がすごすぎて、もう死ぬかと思っちまった、ほら。いやー。これ、会話かなり盛り上がりますが、これも人も殺します。人狼大変、いや、殺していいんだよ。殺していいんだよ。別に話してる最中殺してもいいんだよ。どう次のターンに回せばいいだけだから。ほらさん、あそこにピッコロがなんかひょっこりしてるぞ。ひょっこりしてる、ひょっこりしてる。ピッコロなんかひょっこりなんかよく多くいや、なんか左で銃声が。あ、ミジロンさんだ。ミジロンさん。やっと動いてる。やっと動いてる。やっと。もう動いていったんだよ。別に話してる最中撃ってもよかったんだよ。僕は動いていったね。やっと動けるよ。どこもうね、我慢できなかったよ。いやだから一番最初に言ったんだな。なるほどな。そうか、そうか。そうだよ、確かに、それそうだね。そうだよ。先に言わないと何もできないもんな。ついでにみんな上にいますよ。みんな上にいますよ。知ってますよ。分かってますよ、レーダーで見て。どうすんだよ、これ。困ってんすよ、こっちは今。さあさあ、みんな離れようぜ。全力で困ってんすよ、今。離れれば。ワープして、ワープして、そうそう、どんどんってやるしかないんだ。そう。だから、ちなみに残ってるのはこの3人だけか。この3人か。いや、たまるとやばいよ、ワープで飛んでくるから。なるほどな。ワープトーマスとかだったらね。まあでも難しいよな。恐ろしいな、その。まためんどくさい人たちが残ってんすよね。めんどくさいって。どこ行きながらよ。めんどくさいんすよね。何が。いや、しかも上にいられっていうのがね、またね。あと何秒？どこにいるんだ？あとオーバータイムだね、今ね。俺しんどくわ。これは、今ワープしてるな。俺は何で来るんだ？俺しんどくわ。お、待て。しんどくわ。あれ、あれ、今なんか嫌な音がしたぞ。へぇ、ファンネル。ファンネルの音するよ、これ。そうか、そうか、上にいるから、それで、やっつけようという腹だな。いやもうそれぐらいしか方法がね、やっぱないですからね。オッケー、倒した。そう、ファンネル。ピコッ！よし。ファンネルがこっちに来てるぞ。あと一つ。よし。いや、終わった。純粋に言って終わった。いや、気をつけろ、ワープで飛んでくるからな。曲がってる。やいっ、ダメ、これ無理なんだが。くそ。ちょっと待って、あと2つだ。これ無理なんだが。危ない危ない。あー、終わっちゃったー。これ無理なんだが。危なかったな。よし、危なかったな。やったな。クロブテーション。5、4、3、2、1。イノセント、イノセント、イノセントしか来なくなったぞ。人間ですよ。同じか、人間だ。ね。人間。ということは偏ってるから、次は誰だ？偏ってるのはあなたの。いや、なんでもないですよ。ないって。どこまで行ったら教えてほしい。いや、なんだと、右よりか左よりかちょっと聞きたかったんですよね。ああ、そうか。残念だな。俺に性別はないんだ。ほう。何？その、性別はないのか？ないぞ。今更気づいたのか、M ハゲ。な、俺はあるぞ。俺はちゃんとついてる。ついてないの？いや、ついてるぞ、俺は。何の話だ。何の話だ。いやいや、ピッコロは。ピッコロは、俺はついてないぞ。だって水しか飲まんし。今まであれですよね。全裸になったことないですよね。服絶対下半身だけ破けてないですよ。確かに。いや、それはほぼ全キャラだ、それは。いや、それはほぼ全キャラ。全キャラ、そうなんだよね。マッパですよ。年がら年中マッパ、冬も。確かにフリーザーあれだな。お前、それ脱いだところ見たことないな。そうでしょ。雪の時とかね、これ、いいんですよ。埋もれてね、バレにくいんですよ。それ頭にある紫のやつ外れるんだろ、パカって。これはね、5G なんです、5G。5G?5G 最先端だ。ああ、Wi-Fi だったのか。Wi-Fi です。ポケット Wi-Fi。なるほど。ミキロンさんはどこだ？上にいますよ。よ、わからんな、話が。話が全然見えてこねえ。あ、いた。ミキロンさん発見した。これはなんかミシロンさんまた来てるような気する。いや、ミシロンさんかもね。なんか臭いね。可能性もありますから。来てない、来てない。なんかちょっと怪しいよな。任しとき、俺がミシロンさんと遊びに行っていこう。俺雑談許すのは一回までですよ。もう次来たらね、もうパパッとやりますよ、パパッと。しょうがないな。どこに
うん、人狼はどこだ。え、人狼は貴様だ。人狼はどこだ。君の都市なの。いやいやいや、怪しい動きは誰なのかなと思ったんですけど。怪しい動きか、それはもう M ハゲしかない。あ、都市さんどっくなってる。あなたどっくなってる。ちょっと待って。ちょっと待って、何で俺見てる。何で俺見てる。ちょっと見てない。頑張れフリーザ。オルトンじゃない。あれ今これ俺じゃない。俺こんな近距離から撃たれたんですよ。近距離俺もどっくらいとなった。どこだ、ホラーさん。様の付近にいるぞ。ちょっと待って。確実に取れたから近くに行った。今あの間違いに声出したのかなと思って時が止まったんですよね。いや俺じゃない、俺じゃない、うん、俺そこ暗いから、いあの緑色に見えるだけかなと思ったら、いやいやでも、いやでもこの4人ではないぞ。分かんない、やばい、私は死にますよ。俺一番上にいるしな。ファルさんがいる。やばい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 、これ死ぬかも。俺危ない、危ない。え、ファルさんだよ。いや、ファルさんだな。多分そうだよな、この感じは。今容赦なく打つか。だな。これはもうちょっと。もうこうなってしまっては。もう無理だぞ、これは。痛い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 。これどこだ、どこだ。あそこだ。え、どこだ。やばいやばいやばい。違う、俺じゃないの、信じてくれ。いや、そんなはずないだろう。ここにどこにいる。ここ、ここ。これはさすがに無理じゃねえか。ちょっと距離があるな。どこにいる。どこだ、どこだ。貴様の足元だな。てか、ピッコロ上に行くな。え、ああ、そうか。お、すげえ、フリーザがなんか保護色使ってる。痛い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 。そこだ、ここだ、ここだ。お、負ける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 。やってないか。違う違う違う。あともう一人だ。あともう一人だ。違くない違くない。何？ああ、負けたー。惜しかったですね。惜しかった。いや、毒がさ、一発目、あ、当時当たってないのかなと思って、三発打ってさ、三発もない使っちゃったんだよね。いや、私一回誤射かと思って、そのまま時止まったんですよね。あ、そう。すぐ毒になんなかったんだよな。すごいな、ピッ。そうそう。あの、俺も当時さんとホラーさんがなんかそれ、いっちゃついてるの見てて、あ、なんか、いっちゃついてるなと思ったら、急に緑になって。よかった。5、4、3、2、1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 
もう1日経ってますけど。連休か。そうですね。ほらもう修行と練習の日々だな。はっはっは。ごめんですね。練習という修行。研修という修行でずっと明け暮るのか。なるほどな。なるほど。精神フリーザはどっか行かないの？無限に入れるようになったからね。結構でもあれじゃないですかね。家で過ごす人多いんじゃないですこの時期は。ステイホーム中だから。そうだよね。怖いよね。いや、でも、うん、あの、東京のあの、感染ぶりを見てるとあんま外出たくないな、俺は。確かになぁ。すごいらしいもんな、東の都は。怖いですもんね。すごいぞ。やばいぞ。なぁ、ミシュンさん、じゃあ、はい、あの出会い中しようか。え、どういうこと？出会い中しよう。濃厚接触をしよう。濃厚接触。ピッコロさんがオフパコ宣言してますね。オフパコしちゃうの？相手は男だぞ。そうだな、おっぱこったりされたりするんだな。いやいやいや、やだー。あいつ本当にやだー。やだやだー。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 誰かあの、無人での東の都を拾ってやれ。あ、そうだな。全然見えないかも。イースト、なん、イーストっていう、なんていうあれだったらかかると。東京っていう意味やったんですよね。いや、イーストビレッジだな。かかると優しいな。貴様、命だろ、餌では。いや、しれっとなんかあの、滑ってたから、もう一回滑ってくれかな。滑ってたろ。打っていいか、かかると。ひでえ。今のお前滑ってただろ、完全に。滑ってな。滑ってもう、サイヤだな。サイヤ人だ。あんまドラゴンボールのディープな話すぎるとついてあの視聴者がついていけないんで、そうですね、ディープすぎるのはちょっと控えめで、うんうん、そうだ東の都とかピンとこないわ。私なんかドラゴンボールしてても西の都全然ピンとこなかったですから、ね、いや来ないよね。何言ってんだフリーザー、それもほぼほぼ知らないだろ。知らないですもん。なかなかピンとこないよ。ドラゴンボールよ見ててもそのピンとこないよ。なかなかそうですね、俺もピンとこなかった。だってにわかの帝王じゃないか。いや私はあのにわかの呼吸をよく使ってるんだよね。にわかの呼吸だ。またこれをそれとにわかじゃねえか。にわかににわかを重ねていってたのね。やるな。もちろんですよ。
さすがだな、フリーザー。素晴らしいな。これでもピシロンさん違うっぽいです、ね。違うよ。ベジータ俺違うよ。そういえば、この間私ね、マック、ちょいマックやってきたんですよ。あ、ちょいマック。アンドライブするの、ちょいマックね。ってきたんですよね。ちょっと前回それをスルーしちゃって、なんか、コメントで怒られてた。そうなんですよ、配信者失格だって、コメントで。おトーマスがいたな。あっちから来た、カカロットか。で、人が死んで、カカロット、貴様もしかして。もうちょっと待って、他に誰も喋んねえってことはおめえじゃねえのか。いや、カカロット貴様だな、さては。うわっ、タッタン。カカロット、どっちだ貴様。カカロットは死んだよ。何？今回は残念ながら人狼の初勝利は俺がいただいた。まずいな。こうなってしまっては、サイヤ人の圧倒的パワーを見せてやろう。下級選手をカカロットと一緒にすんなよ。どこだ、やめろ、来るな。危ねえ危ねえ。いやでももうそこにいたらもう勝てませんよと思うだろ。あっ、落下しかよ、落下しかよ、落下しかよ。足が滑ったよ。ベジータ足を滑らせてきて、カメハメハ、なおかつカメハメハで、クソったね。オーバーキル、オーバーキルすごいな。ナイスオーバーキル。ちょっと振りがつきすぎてんだろそれ。今の完璧だったなおめえ。完璧だな、完璧なタイミングだったな今。